飯狭間城石藩狭間城とは、鎌倉時代から戦国時代末期にかけて、身の国枝軍縁残僧に存在した、日本の城。天正二年、武田方によって攻撃され落城した。現在は城石のみが残っている。岐阜県へなし岩村町藩狭間マ四ザ市城殿現在は、城山の一部が崩れ、二つある途上口の一方が、通行止めになっている。一の、 来る後に、飯、狭間城所称詞十三回一万で等と書かれた、城兵の供養費があり、外貨の定置部に、史跡反凶城史の日という城史費がある。飯、狭間城の城跡付近から二十六件筋兜が発掘された。これは、縦長定型鉄板を二十六枚貼り合わせた、実戦向きの兜で、南北朝時代の武将が使用したものであった。 このような立派な兜は、メッシ・ハザマ城主が着用したものと推定できるという。この兜の湿度によって、追記は、鎌倉時代中期から末期と考えられている。上半ハザマの上平街道の傍らには、姫塚という墳墓がある。天正2年、武田軍によって、メッシ・ハザマ城が攻め落とされた時、メッシ・ハザマ城主、遠山智信の娘がこの地に隠れていた。 里人はこの美しい姫を哀れみ、かくまって保護したが、間もなく、亡くなったため、ここに葬って、姫塚と呼んだと伝わっている。中央自動車道のエナインターチェンジから車で、約20分。ありがとうございます。